本当。でもマイシー最近ちょっとガーリーファッションじゃない？ちょっと頑張ってんだよ私なんかふんわりシフォンのなんか袖口になってて、いいじゃない。頑張ってんだよ私。どうしたどうしたいや今日さ作家さんにも言われたんですよ、うん、来た時に。いやそうそう開口一番、吉岡さん最近服装頑張ってますねみたいな。服装頑張ってますねいいですねみたいな言ってくれて、いやでも生配信のこの間のさ、うん、YouTube ライブの時も思ったけど、うんうん、服装はなんだか女の子っぽい感じのが増してる気がするよ。髪長くなったからだと思う。あ、なるほどね、うん、で髪巻くの、言ったけどさ髪巻くのがちょっと楽しくなってきたって話したじゃないですか、うん、はいはい、言ってた言ってたマイシーが。短いと似合う服と似合わない服も多いし、うん、逆に長いとそういうスカートの方が似合うみたいなとか、うんうん、あるなって気づけた今日この頃。あ、よかった、うん、そうだったんだ。そうだから昔2年3年前ぐらいに着てた服、うん、結構捨てました。あ、ほんと。だから一掃してます。へえー、すごいじゃん、うん、どこで買ってるの最近。通販で買ってるんだ。そういう女の子っぽい通販で、あの買いに行くための服を買い、そこも気にしてるんだ、うん、まあでもね東京わかる。そうなの。ちょっとねお店の店員さんは店員さんだよやっぱり、ね、そうそう絶対わかる。雰囲気わかるよ。なんかお客さんの持ってる服だとっていうのが、うん、あの言われないタイプの人間だったの、はい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 、この服に合わせるならって言われるために、うん、とりあえずそのお店用の服を買わなきゃいけないなっていう、はいはいはい、ってなったらどんどん服が増えていくっていう。なるほどね、いいことじゃないですか何の話や。服の話になっちゃった。もういいから。びっくりしたわ。はい。